世界のジャパンチャンネルへようこそ。他人の不幸は蜜の味という言葉があるように、他国の不幸を喜ぶ残念な人たちが世界にはいるようです。今回は日本の震災に大喜び、非常識なあの国に関する話題をご紹介します。日本は外国に比べて台風や大雪、洪水に土砂災害、そして地震など自然災害に多く見舞われる国ですが、大きな災害に見舞われるたびに日本国民は一丸となり、互いに助け合って困難を乗り越えてきました。発生日である9月1日が防災の日と定められた関東大震災は、死者・行方不明者が約10万5000人と、首都圏に未曾有の被害をもたらした日本の災害史において特筆すべき災害です。また未だ記憶に新しい2011年3月11日に発生した東日本大震災は、発生当時の死者は1万5900人でしたが、発生から12年経った現在は避難生活などで亡くなった震災関連死も含めると2万2212人に上ります。その東日本大震災が発生した年、日本と韓国のクラブがサッカーの試合をしていたのですが、その試合中、韓国チームのサポーターが信じられない内容の横断幕を掲げ、世界中から批判の的となっていたことを皆さんはご存知でしょうか。東日本大震災発生から半年が経った2011年9月、アジアチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦、セレッソ大阪対チョンブクヒョンデの試合中、チョンブクヒョンデのサポーターが、日本の大地震をお祝いますと大きな文字で書かれた横断幕を応援席に掲げました。当然各国のメディアがこの出来事を報じ、もちろん日本のメディアも韓国のサポーターが観客席に日本の大地震をお祝いますと東日本大震災を中傷する内容の横断幕を掲げたと報道。問題の横断幕はセレッソ大阪側の指摘を受け試合中に撤去されましたが、試合終了後、アジアサッカー連盟に対してセレッソ大阪は抗議の書類を送りました。試合の翌日、この騒動を中国メディアが報道すると、中国人からはチョンブクヒョンデサポーターを非難するコメントが多く上がりました。東日本大震災は試合とは無関係のことなのに、なんでこんなことをやるんだ、韓国人は本当に恥知らずだな、これは国民の民度の低さが現れているね、韓国の国民は理性がなさすぎるんじゃない、日本人は好きではないけど、少なくとも他人の不幸を喜ぶことなんて私は絶対にしない、勝利を願う気持ちはわかるけど、誰かの苦痛の上に勝利を築き上げるというならば、それは非難されるべきだと思う。日本に対する印象が決して良いとは言えない中国人でさえ、韓国人サポーターの行動は非難されるものと捉えていたようですね。にわかには信じがたいですが、韓国にはこんなひどい言葉を国際的な場で誇らしげに披露する人がいるのです。2011年の東日本大震災、そして2016年の熊本の地震など、大規模な震災に続き、今後首都直下型地震や南海トラフ地震の発生が予想されている日本、いつ発生するかわからない恐怖に日本人が怯える中、2016年7月27日に発生した茨城県北部の地震の際も、韓国のインターネット掲示板に次のような投稿がありました。ニュージーランドで5年前にマグニチュード 6.3 の地震が発生、その2週間後に日本で5弱の地震、さらにその2日後にはマグニチュード 9.0 の大地震が発生した。
今回は日本で5弱の地震が発生したが、その2週間前にマグニチュード 6.3 の地震がニュージーランドで発生していた。これは5年前と同じパターンだ。残念なことに、この投稿に対して韓国人からは、地震が起こることを願っている、など地震を期待する声が多く寄せられました。他人の不幸を願うような発言は許せるものではありませんね。韓国の非常識な発言と東日本大震災を中傷する横断幕の映像は当時海外でも取り上げられ話題になり、多くのコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。スポーツマンシップをなくした国か。人間失格としか言えないな。アジア人は何かと憎しみ合ってるからな。俺たちフランス人にとってはみんな中国人に見える。だから仲良くすればいいのに。いやいや、ヨーロッパだって同じだろ。みんな似たように見えるし、隣国同士仲が悪いじゃないか。これは国際問題に発展しそうだったよね。こんなふざけた横断幕を掲げる国は近い将来なくなるよ。韓国がなくなったらつまらないだろう。世界中の嫌われ者の役をしてくれている国なんだから。一部の悪い人間が集体を晒しただけ。韓国人がみんな非常識な行動を取るわけじゃないだろう。じゃあ、残りのいい韓国人はどこにいるんだよ。この事件が韓国のイメージダウンにならないと思ってるのなら、お花畑が過ぎているぞ。こういう事件があるたびに韓国用語のコメントが湧くけど、大抵が歴史を持ち出した日本恐怖症丸出しの韓国人なんだよね。ただ歴史を持ち出してずっと被害者気取りの気違いだ。はいはい、憎たらしいチビ野郎どもですね。でもドイツに負けたんでしょ。負けたよ。韓国はサッカー下手くそだから。何よりドイツにはスポーツマンシップがあるからね。韓国人が学ぶべきはサッカーの技術よりスポーツマンシップと正しい歴史ですね。今回の事件は特にショッキングではないわ。ヨーロッパで起こるサッカーの暴動なんて死人が出るほどだもの。それに比べれば可愛いものよ。死人が出るほどの暴動のある国も嫌だな。ヨーロッパの人は凶暴なのか。国際サッカー連盟の耳に届けば、韓国のサッカー界は相当ペナルティを食らうと思うよ。サッカーは歴史や政治的思想を広める場所じゃない。そんなことも理解できないスポーツマンシップを失った韓国人は、ただのクソ野郎だ。以前、アメリカのチームでビンラディン最高って横断幕が掲げられたよな。つまり、どこの国でも一定数頭のおかしい人はいるということだ。日本の女子サッカーチームが優勝した時も、アメリカのファンが Facebook で人種差別をぶつけたよね。こういうのが俺がサッカーが嫌いな理由なんだよな。選手を応援するだけならともかく、過激な行動するおかしな奴らが多すぎるよ。だってコリアンでしょ。何を期待するって言うんだ。日本人が外国人恐怖症な理由が分かった気がするよ。こんなのが近隣国じゃな。俺だって一切関わりたくない。韓国には変わった思想の人がいるね。大きな地震が起こる前には必ずと言っていいほど小さな予兆があるんだよ。そんなことより、自分たちの建物の耐震は大丈夫なのか？韓国人として日本の人たちに心から申し訳なく思います。
マジで恥ずかしいからやめてほしい。同じ国の人間として恥ずかしすぎます。横断幕は一人の人がやっただけでしょ。サポーター全員でやったことではない。韓国の国民全員が同じ考えだとは思わないで。あのサポーターの狙いは世界中の人たちが韓国人を嫌いになることなんだ。だったら大成功だな。誰か彼を盛大に称えてやれよ。以上が海外の人々の反応でした。未曾有の大震災を喜ぶ行動には圧倒的に批判の声が多く、やはり他国から見ても韓国人サポーターの行動は非常識なもののようですね。ではこの件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。これは絶対に許さないし忘れない。こういう DNA をお持ちの国の民度がよくわかります。永遠に忘れてはいけません。さすが韓国人。日本人は忘れっぽいけど、こういうことは子から孫へと語り継いでいこう。これこそ大きなブーメランとなってあの国に帰ることでしょうね。日本人はお祝いしませんが、天罰は必ず下ります。別に驚かないよ。あの人たちはずっと前から変わってない。ああ、韓国人のやりそうなことだって思うだけ。そうそう、いつものことじゃん。そこまで騒ぐことじゃないよね。だって一生改善されることなんてないんだし。日本の大地震を大喜びして笑ってお祝いしてるけど、自分らはたかだか震度4の地震被害で日本に援助を求めるとか何なんだ。これは人としてどうかしてる。軽蔑しますね。人じゃないからな、仕方ないよ。あと韓国人っぽいコメントで、やったのは一人だけだからみんな一緒と思わないでって書いてあったけど、今までの行動もあるからとてもじゃないが信用はできないぜ。今後国際的なスポーツは項目別に減点基準を設けて、韓国のチームは国際試合の参加資格を剥奪するべき。これについての弁明も謝罪もないですよね。やってしまったことは仕方ないとしても謝れないっていうのはどうなんですか。恥知らずも華々しいって声があるけど、それは間違い。そもそも彼らの辞書には恥という言葉がないんだから。横断幕の実行犯も英雄扱いだよ。この横断幕のせいで見過ごされてるけど、ラフプレーも負けず劣らずひどかったわ。どっちも国際サッカー連盟にしっかりと伝えるべき。日本の練習場にホッチキスの芯を巻いたりもしてたよな。修学旅行中の高校生が船の沈没でたくさん亡くなったセウォル号事件をお祝いしますと言ってるのと同じだと思う。一人の人がやった行為だから多くの人がこうは思っていないだと。3月11日当日、ソウルの飲食店のあちらこちらで震災祝いして飲んで騒いでいた韓国人が大勢いたのを日本人は忘れていないぞ。韓国における対日問題はいつも反日愛国競争になるんだよ。韓国では反日愛国無罪と言って、反日愛国のためなら何を言っても何をやってもいいんだ。反撃もしないで見逃し許す大間抜けな日本政府にも俺は呆れ果ててるよ。以上が日本の人々の反応でした。東日本大震災に限らず、多くの犠牲者を出した災害を
お祝いするなどと表現する人間を許せるわけがありませんね。日本に比べて地震が少なく、大地震の脅威を経験したことのない韓国ですが、近年地震の発生が増加しているようで、韓国気象庁によると2015年に入りマグニチュード2以上の地震が33回も計測されました。震度とマグニチュードの大きさは比例しているわけではありませんし、測定場所と震源地の距離によっても変わってきますが、日本ではマグニチュード1から4は微小地震、小地震と評され、震度3、4程度のことが多いです。韓国でこの規模の地震が発生した回数は、1980年代にはわずか16回なのですが、2000年代には44回と増加し、年々その回数は増えています。韓国には超高層マンションやオフィスビルが多く立ち並んでいますが、これまでは耐震を考慮することがほとんどありませんでした。2015年、ソウル市が国会に提出した資料によると、なんと首都ソウルにある建物の 75% が耐震設計を備えていないことが判明。また、多くの人々が日常的に利用する学校や区役所などの公共施設のうち、ソウル市内にある学校の場合、耐震設計がされているのは2971校中わずか840校のみで、4校に3校は大地震発生時に大きな被害がもたらされる可能性が高いということが分かったのです。そんな状況の中、2017年11月に韓国南東部のキョンサンプクトポハン市でマグニチュード 5.5 という震度5強クラスの地震が発生。この災害で1000棟以上の建物が損壊し、76人が重軽傷を負い、2年以上が経過した2019年12月時点でも体育館にテントを張った避難所で被災者96世帯が生活を続けていました。ちなみにこの時、地震への備えの欠如や手抜き工事が指摘され、日本との協力に関心が集まっていたそうです。また、韓国の大手メディアは、前年の慶州地震に続き、慶州に近いポハンで再び地震が発生したことで、さらに強い地震が発生する可能性もあるとの分析も出ている。過去のデータをもとに決めた耐震設計基準では十分ではないとの声も出ていると警鐘を鳴らしていました。日本で発生した災害を嘲笑しながら、自分たちの国に地震の脅威が迫ったら日本に協力を仰ぐ。今の日韓関係では協力しようと思う人は少ないかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。